アーサー・ヒューズの描くガレス。ガレスはアーサー王伝説に登場する伝説上の人物。円卓の騎士の一人であり、ガウェイン教の末程にしてアーサー王の意にあたる人物、ボーマンとも呼ばれることがある。兄であるガウェイン教やランスロット教から非常に愛されており、彼の死がガウェイン教とランスロット教の関係を修復不能なものとし、 ひいては円卓の騎士の崩壊につながることになった。彼の冒険は典型的にフェアンノーンの物語となっており、特にラコーとマルタイユの物語とかなりの部分に共通性が見られる。オークニーのロット王の息子として生まれる。幼い頃は母親と共に過ごし、すでに騎士となっていた兄であるガウェイン教たちとは面識がなかった。成長してからは、 ガレス教も兄たちと同様、騎士になることを願い、キャメロットに向かう。しかし、アーサー・王の甥であり、ガウェイン教の弟であるという身分を隠し、名前も名乗らなかったことから、騎士となるどころか、慶京により、厨房で働かさせられることになる。その際、男であるのに白く美しい手をしていたことから、慶京に、ボーマンというあだ名をつけられてしまう。そして、 ガレス教が傍慢として一年を厨房で過ごした後のこと。宮廷にある乙女がやってきて、自分の使える貴婦人を助けてくれるよう依頼した。この際、貴婦人の名前が教えられなかったため、名のある騎士を派遣することができず、この時無名のガレス教が冒険に出ることになる。そして、出発の際、ガレス教はランスロット教により、騎士に任命されることになる。途中、 数々の困難があったものの、ガレス教は貴婦人を貶めている騎士を決闘で打ち倒すことに成功する。キャメロットに帰還後はその功績を称えられ、また母親により、ガレス教の出自が明らかにされたことから、円卓の騎士のメンバーに入ることになる。この後も、ガレス教は円卓の騎士として冒険をし、また他の騎士の物語に脇役として登場することになる。 特に、ガレス教は自分を騎士に任じてくれたランスロット教を非常に尊敬しており、ランスロットとの関係で登場することが多い。また、ランスロットも自分を敬ってくれるガレス教を愛しており、あるトーナメントでガレス教が妻のために優勝したがっていることを知ると、自身は出場を辞退していたりもする。そのおかげで、このトーナメントにおいてガレス教は、 ランスロット以外のすべての騎士を打ち倒し、優勝を果たしている。また、ガレス教の兄弟たちはどこか、性格的に影があり、騎士道にも取る行いをするのであるが、ガレス教のみは、そのような、行いに手を貸していない。例えば、兄のガヘリス教は、母親殺しの罪を負っている。また、ガウェイン教は、ペリノア王の暗殺、さらに弟のガヘリス教、アグラベイン教、 モルドレット教らと集団で、父のあだの息子であるラモラック教を闇討ちにし暗殺しているが、ガレス教のみはこれらの行為のすべてに加担していない。むしろ、兄たちがこのような行為をしていると聞いて嘆くシーンがたた見られる。日々、牽制を増してゆく、ランスロット教を妬んだ、モルドレット教、アグラベイン教は、王妃グイネビアとランスロット教の不倫を暴露し、 ランスロットを失脚させる計画をガウェイン、ガヘリス、ガレスの兄弟に持ちかける。ガレスたちの拒絶を受けるが、それでもモルドレットたちは13人を集め計画を実行する。しかし、不倫の現場を抑えられたランスロット卿は、口封じにアグナウェイン、ガウェインの息子であるフローレンス卿や、身内を殺されながらもガレスはランスロットを尊敬していたため、またガウェインは、 火がアグラベインにあると考えたため、ランスロットに敵対し、攻撃をかけるようなことはなかった。しかし、不倫が発覚したため家計に処されることとなった王妃を、救出に来たランスロット卿は、それとは知らないながらも、形状にいたガレス卿を兄のガヘリス卿ともども殺害してしまう。この時、ランスロット卿を尊敬していたガレス。 ガヘリスは一万一の時ランスロットに剣を向けたくなかったため武装していなかったので防御すらできなかったのである。同じ弟であるアグラベイン卿や息子のフローレンス卿とロベル卿を殺されても我慢したガウェインであるがガレスが殺されたと聞いたガウェイン卿は悲しみのあまり気を失っている。こうして激怒したガウェイン卿は反ランスロット派に転向しアーサー王が ランスロット教と和平しようとするたびに厳しく反対することになる。一方、ランスロット教もガレス教を愛していたため、過失とはいえ殺害してしまったことを悔いることになる。ありがとうございます。